瀬戸神が持つウアス、トトメス三世紀の墓にて、ウアスとは古代エジプトの宗教に関連する遺物、作品、ヒエログリフに登場するシンボルの一つである。噂は、上端に形式化された動物の頭がつき、石づきが二股に分かれた、長い杖として表される。噂は力や支配の象徴とされ、セットやアヌビスなどの神、またはファラオと結びつけられる。噂は、 瀬戸獣を表すこともある。後には、瀬戸が象徴する混沌の力を制御するシンボルとしても用いられた。葬儀においては、ウアスは死者に悲願での幸福をもたらすとされ、服装品とされたり墓や棺の装飾に使われたりした。ウアスは、ご夫とも考えられていた。エジプト人は、空は四本の柱によって支えられていると考え、この柱は、 ウアスの形をしているとされた。ウアスは上、エジプト第四ののモスであるテーベの象徴ともされた。ウアスは神、ファラオ、または神官の持ち物として描かれた。それらは絵や彫刻に頻繁に現れ、しばしばアンケやジェドなどのシンボルと共に描かれた。ウアスの実物の残骸も見つかっている。ファイアンスや木柿で作られ、頭と二股に分かれた石づきが見て取れる。 最初期の例はエジプト第一王朝に遡る。ヒエログリフにおけるウアスは力を意味する言葉として使われる。ありがとうございます。